はい、どうも皆さん、こんにちは、野永井です。本日は以前出した動画で、やったね、マイケル、家族が増えるよ、といったようなタイトルの動画を出したと思うんですが、本日はですね、そのマイケルの家族を増やす方法をもうちょっと丁寧に、その紹介したいなと思ったので、実況していきます。そうですね。あと最新アップデートでもできるのかなっていう疑問もありますからね。そこでやっていきましょう。まず庭師を引きます。あら、当たっちゃった。何やってんの？芝刈り機のエンジンをかけ落としてんのか、お前は。あ、ダメだ。ノーじゃないの。まだ引いてないから大丈夫と。あら、硬いなこの芝刈り機。引きます。引きました。あら、芝刈り機は。そしたらこいつが家を出て死んだ？死んじゃったよ。いいのかな。昔ね、動画出したんですよ。マイケルの家族が…てん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 みたいな感じのタイトルで動画を出したんで、今そちらを見ていただくと、わかります。簡単に説明しますと、庭師を引きまして、家の外に出てったところを後ろから殴り殺します。それで、手配度つくので、それを落として、家の中に入ると、マイケルの家族が増えてますよっていう、それだけのお話なんですよ。それを、やろうと思ったのに、なんでできないんでしょう。おかしいな。はい。If I don't live to 200, I'm gonna sue these juicer fucks. 庭師はいるかな。The things we do for our health. いないですね。じゃあしょうがないから、あれか、キャラチェンジで持ってくるかな。いないよね。なんかすごい格好してんな、マイケル。お前、そういえば今気づいたけど、お前すごい格好だな、それ。何ルックっていうのそれ。意味わかんないよ、その格好。いないよ。音聞こえないもん。いないし、こっちにもいない。プールにもいない。いないか。あ、いた。そうだ、バイクは持ってないよな。じゃあこの前みたいに一回燃やしましょう。とにかくね、こいつが家の外に出てくれればそれでいいんですよ。というわけで、この前これで燃やしたら出ていきましたよね。というわけでやりましょうか。何が浮いてたって言った、今。まあいいや、燃える男ですよね。かっこいいな、やっぱカルロス。これ出てけっつってんの。固まってないで出てけっちゅうてに。there's a lot of oil in this pool. だって今撒いてるもん。燃えてますね。ダメになっちゃったかな。あー、ついちゃった。I'm out! Carlos, my man! What's happening? あら、そのシャツ？あ、なんでもないよ。ごめんね。
Hey, Carlos. Keep up the good work. ですよね。よいしょ。青、なんだ、飛んだ、今。あ、カルロスが今の棒ブッてやったから飛んでいっちゃったのか。プラスでさ、これぶん投げてみるとか。死んじゃうかな、こんなことしたら。やっぱむせるよね。それわかるよ。ただむせてもなお仕事を辞めないその姿勢が私は好きだ。あ、やっぱついちゃった。お、落とした。どうした。何これ、落としたよ。落としちゃったよ。いいのそれ。なしでできんのかな。固まった。カルロス固まった。なんだこれ。お、透ける。透けるよ、このカルロス。このカルロス、今透けたよ。なんだろう。何このカルロス。え、何？どうしたの？中の病気？電池切れ？お前、もしかしてそういうやつだったの？ SF な。やばい。動画長えよ、これ。どうしたの、カルロス、お前。どうしたんだよ。もう一回燃やしてみよう。なんでそうなるって話ですけど、燃やしたら何か解決しそうな気がする。あら、ちょっとミスった。場所ミスったか。カルロス、お前どうしたんだよ。元気ないぞカルロス。燃えてもあれだね、無反応っていう。でも撃てないもん。え、ちょっと不思議。撃っちゃう、もう撃っちゃう。こうなったら撃っちゃいます。なんか悲惨。はい、消します。中入ります。平和だね。というわけで、マイケルが増えるバグはアップデートするとできなくなっちゃいましたという、まあ一時的な結論を出しておきましょう。ではでは、そうですね、次回もまたサンアンドレアスで会いましょう。